なメニューとかですね、お好きな食べ物とか、ぜひちょっとファンの皆さんに、マジっすか、これ僕実は大好きなんですみたいなのあったりしたら、ファンの皆さんちょっと喜ぶと思うんですよ。甘いものだったら何でもいいです。あ、本当ですか。シーズンオフに入ったら、はい、体重気にしなくていいときはケーキ3つとかいっちゃう。お願いします。お願いします。一応つっちゃう。お願いします。はい、インタビューさせていただく中で、まずチーズケーキとかチョコとか、はい、そういったキーワードいくつかいただけたので、はい、まあ、それを組み合わせていって。お好きな形でちょっと作り上げていただければいいかなと思って、いつかご用意してます。一応、チョコで組んでは見たんですが、濃いめの、ちょっと濃いめのチョコ。チョコの中でも、まあ、ベーシックな。普通のやつですか？はい。一応、バニラもご準備してるので。はい。はい、うまっ。うわ、もう分からんわ、やばい。これみんなすぐ決まるんですか？すごく悩まれる方もたくさんいらっしゃいます。チョコうまいな。チーズケーキっておっしゃってたので、まあ、今回ソフトクリームベースの、まあ、パフェ風にちょっと仕上げようかなと思ってまして、チーズケーキもですね、そのソフトクリームの上にトッピングでつけようかなと思ってます。なるイメージですね。うわ、うまっ。チーズケーキうまいですね。ありがとうございます。え、これなんですか？それもチーズケーキです。はい、上がブリューレ風になっててですね、はい、ちょっと焼いてある感じですね。あの砂糖をのせた。でもチーズケーキのせるならこれがいいです。バニラがいいです。こっち好きです。こっちです。でチーズケーキはこのこちらですね。はい、はい、から小枝とポッキー、まあ、ちょっとしたクッキー、コーンフレーク、あとイチゴもちょっとお好きっていう風におっしゃってたので、はい、この時期ちょっとイチゴもいいかなと思ってお持ちしてます。あ、コーンフレークいきたいですね。はい、わ、難しい。こんなのやってるんですね、みんな。そうですね、もう選手によってはちょっと1回では決まらないので2回やるんですか？もう一度、はい、我々の方でちょっとお願いして、はい、食べていただくときも。それはちょっと申し訳ないですね。間違いないですか？間違いないです。うまい。違う、これとこれ確定です。じゃあイチゴとコーンフレーク、はい、確定。チーズケーキ苦手な人多いですかね？そんなことないですか？いや、まあどうですかね。好きな方の方が多いんじゃないですかね。あと最後ちょっとマサト氏、とどめじゃないんですけど、ホイップクリーム、カスタードクリーム、チョコクリームまで。最高っすね。はい、最高っす。それは。うわー。ホイップギュッとしてもらっていいですか？いきますけど、じゃあホワイトからでいいですか？はい。チョコソースかけるんですか？チョコソースもし、はい、チョコソースかけたら絶対美味しいじゃないですか。分かる。カスタードもらっていいですか？カスタード、はい。うわ、分からん、やばい。うわー、分からんっす。チョコレートホイップをお願いします。いきますか？はい。お、
ョコレートホイップ好きかもしれないです。あ、チョコレートホイップ。じゃあ一旦ちょっとチョコレートホイップも入れてみて、一旦今おお決まっている感じのやつだとこんな、これがあの、まあ、ヘルメット型の容器に入るような感じですね。いちご、はい、多めにいきたいです。はい、一個を小さくして、はい、ああそうですね、はい、のがいちごを楽しめるかな。これチーズケーキめっちゃうまいですけど、本当ですか、ありがとうございます。チーズケーキうまっ。チーズケーキお好きなんですね。チーズケーキ好きみたいですね、はい、めっちゃうまい。はい、これも球場のメニューボードに載りますので。ありがとうございます、はい、増田武久投手のプロデュースメニュー、増田のうまうまチーズケーキパフェ、増田投手のうまが止まらないスイーツを詰め込んだオリジナルパフェ、一目惚れしたチーズケーキにもうメロメロです。自分自身が甘いの好きなので、まあ甘いの食べてもらいたいなと思って選ばさせていただきました。とりあえず自分の好きなものを用意してもらったので、あとは好き嫌いが出ないようにというか、いろんな人に食べてもらえるようなのができたらいいなと思ってました。自分の好きなものをたくさん載せてもらっているので、ぜひ球場に来て食べてみてください。増田のうまうまチーズケーキパフェは3月26日から松田スタジアム飲食売店コイドルチェで販売開始です。